それでは本日も測量士の問題、平成30年の27番をやりたいと思います。面積計算になります。先日は令和元年の問題を与えましたが、他にも平成27年を除いて平成25年から各年度で必ず面積の問題が出てますので、しっかりとチェックしておきましょう。このタイプの問題に関してはこの年度が一つだったので、他の年度もまた違うタイプがあると、しっかりとそれぞれのタイプですぐ発想が湧くような状況にしていきましょう。ではこの問題を解いていきます。この問題は A、B、E、D と、ここに C がありますが、ここの部分 A、B、E、D の面積を求めてくださいという問題でした。でそれぞれ点には座標が与えてあります。でなおここには単針曲線があって、ここが中心です。中心座標があって、半径が 65m の扇形。そしてここの弧長、この長さが 53.033 でしたという問題でした。で、今回はこの A、B、E、D とこの斜めのこの曲線の部分を含めたこの面積を求めなさいということだったので、これは解き方いろいろあると思いますが、このような補助線を引いて、私はこのように解きました。ここに補助線を引きます。こうすることで、A、B、E、D の台形があって、あとは台形にここの部分を足してあげればいいなというふうに思ったので、ここに線を引きました。で、この問題を解きますと、まずは台形。台形はもう座標で出てきますので、台形を求めていきます。台形は、まずは、こっからここまでの長さ、これは横方向は Y 座標になりますので、21と 72.533 から、ここの長さが結局 51.533 ということになります。で下の方はここが0で、こっちは 95.622 なので、この下は 95.622 ですね。で台形の上底と下底ができました。高さはいくらか、あと0と43なので、高さは43ですね。ということで、台形の面積を出すことができます。台形の面積は、51.533 足す 95.622 上底足す下底かける高さが43かける2分の1。これで台形の面積が出せるというふうに思います。それを計算すると、また計算機でできますので、台形は3163。3163.83 ぐらいになるということになります。これで台形です。で、あとはこの台形に、ここの部分。この部分を足してやれば求めたい面積の大きさになりますが、ここ扇形の面積を求めるには半径は分かってるんですけど、中心角が分からないという状況が発生します。これですね、シーターが分かりません。では、このシーターを求める方法はあるかと言ったら、ここですね。誇張を与えてあるので、じゃあ、この曲線長になりますよね、これね。この曲線の長さは、路線測量でも出てますが、曲線長。直径×π。これ、円周になりますね。で、そして360分の中心角。ということは、このような式が成り立っていきます。半径が65なので直径は2倍すればいいと。これで直径ですね。直径 ×π。π は 3.142 です。
直径かける π かける360度分の θ、 これが曲線長になりますので、今回は弧の長さということで、これが 53.033 というふうになればいいと。で、あとはこれを θ イコールの式にすると θ は 44.1 になります。で、これは 44.1 ですけど、これを角度で表すのは、44度というふうに四捨五入したいと思います。で、これで中心角が44度ですというのが分かります。ということは、扇形の面積を解くことがこれでできると。扇形は半径×半径×π×360分の θ なので、扇形は 65×65×π 3.14 ですね。これで円になりますね、円の面積で。あとは中心角が44度なので、360度分の44度、これが扇形ということになります。あとは計算機ですればいいですね。扇形はこれでいくらになるかというと、扇形は1622.49 というふうに大体なります。で、これで扇形なんですが、求めたいのはこの斜線部分なので、じゃあこの三角形を引き算しなきゃいけないですね。で、中心角は44度で半径が65ということは、こちらも65ですね。半径65ということは、二辺と挟む角の三角形の面積も必要になってきますね。この数学ですね。いろいろやってきましたが、これも覚えてないといけないことでした。二辺と挟む角から三角形の面積は求まります。三角形の面積は、二辺と挟む角、2分の1かける二辺。二辺は65と65ですね。挟む角は何をするか、これ覚えておいてくださいね。一辺かける一辺、その挟む角は、サイン、挟む角、44度。これを掛け算すると、これ三角形の面積になると。で、サイン44度とすれば、これは関数表に載っていますので、関数表で言うと 0.69466 ということになりますので、三角形の面積は結局 1467.47 ということになります。ということは、扇形から三角形を引き算すれば、ここの部分が出ますね。これ引き算すればいいと。で、それを台形に足してやればいいので、最終的にはこのようになればいいですね。扇形の引き算 1622.49 引く 1467.47、これが斜線部分ですね。ここの部分の面積。それに台形、こちら側の大きな面積。3163.83。これを足してあげれば答えが出てくると。ちなみに答えは 3318.85 と。A、ベータというふうに出てきますが、
選択肢を見れば1320というのが近いのがあります。問題文にも書いてありますが、最も近いものを選べなので、測量手法でもよくありますが、このような方法で解いて、でも今回は測量手法と違って計算機がありますので、解けると思います。キーはここら辺だと思います。中心角44度っていうのがちょっと誤差が大きいので、多少答えと誤差が出てくるということになると思いますが、やり方に自信を持っていれば、あ、最も近いものを選べばいいんだなという感じでやっていけばいいと思います。しっかりと分かるようになって本番を迎えましょう。合格発表、この日は絶対笑えるように勉強していきましょう。以上で今日の説明を終わります。